おはようございます。公明党の岡本光成です。質問の機会いただきましてありがとうございます。麻生財務大臣におかれましては、G20 シドニーよりご帰国ばかりのお疲れの中ご出席いただきましてありがとうございます。また日本銀行の中曽副総裁、ご多忙の中お越しいただきましてありがとうございます。昨日ですね、内閣府より、昨年、10月12月期の需給ギャップが発表されまして、需給ギャップはマイナス 1.5%、 これは4四半期連続で改善をしておりまして、リーマンショック以前の水準まで戻ってきております。デフレを脱却をして景気の回復を確実なものにしていくためには需給ギャップの改善、加えて、なだらかな消費者物価の上昇、そして最終的にはやはりポイントは賃金の上昇だと思うんですね。ですから本日はそこに的を絞りまして質問させていただきたいと思います。今回のこの2つの税法案ですけれども、一言で言いますと経済の好循環を実現するための法案というふうに言うことができると思うんですけれども、法案の中で復興減税を1年で前倒しを廃止をしたり、また所得拡大のですね推進、加えましてこの法案とは別に政労使の会合もやっているわけですけれども、かなり世の中では賃上げに対する期待が深まってきているんですが、その決意を改めて確認をさせていただきたいと思うんですが、来年度以降の賃上げに関しまして、税金を払っているような大企業と赤字企業が多い中小企業ではそれぞれ状況は違うと思うんですが、何パーセントぐらいの企業に所得の拡大を期待していらっしゃるかという、その数値目標をお答えいただきたいと思います。麻生財務大臣。これは岡本先生、何パーセントを期待しているかと言われても、これはちょっと企業相手の話であって、これはここは全体主義国家でもありませんので、どの企業が儲かっている企業でも払わないところもあれば、儲かってなくても社員の確保のためにはどうしても払わねばならぬという考え方の企業もありましょうし、いろいろ差はあるんだと思います。で、一概にこういう企業が必ずこれくらい伸ばすであろうということはなかなか申し上げられないんだと思います。ただ昨年の12月の20日の日に行われました政労使の会議において、やはり3つの職域の代表がそれぞれサインをしたあの紙の意味は極めて大きいと思っておりますので、いろんな意味で企業としても確実に賃金をという話を約束をしておりますし、事実いろいろな話は今年に入れましても春闘の前触れでいろいろなところがいろいろな話をしておりますけれども、大企業に限らず私どもの町の中でもいろいろベースアップを今年はどうしてもしないといかんと思っていますと、これまで結構内部留保もできましたんでということを言っておりますので、そういったものが前向きの方につながっていくということを期待しておりますけれども、しかしこれだからといってそういった話ばっかりしか聞こえてきてないのかもしれませんし、いろんな意味で私どもとしてはどれくらいのものが広く広まっていくかということに関しましては、これはこれから先少々時間をいただかないとなかなかどれくらいのものまではいくであろうということを申し上げられるという段階にはないと存じます。岡本光成君。大臣ありがとうございます。おっしゃることはよくわかる一方で、どういう意気込みかということを今一度ぜひ確認をさせていただきたいと思ったんですが、今大臣おっしゃった中で大企業におきましては、税金払っていただいている企業が多いわけですから、賃上げをするためのインセンティブとして減税をたくさん打っておりますので、今民間が調査をしている賃上げ予想というものを見ましても、ある程度の期待はできると思うんです。一方で中小企業の場合は残念ながら赤字の企業がまだまだ多く、税金も払ってないわけですから、減税というのがインセンティブになり得ない、なりにくいんですね。その中でただ多くの労働者の方々はこの中小企業で働いていらっしゃるわけですから、どういうふうにですねここに直接的に手を打っていくかというのは非常に重要だと思うんです。そこで一つのインセンティブの与え方の考え方として、例えば来年度
経産省で継続的に続けます新ものづくり補助金という補助金があるんですけれども、まあ、中小企業対策へにはさまざまな補助金があるんですが、この新ものづくり補助金はですね、賃上げをした中小企業があった場合、その企業が補助金を申請したときに補助金を給付するかのどうかの一つの参考の数値として賃上げを実施したかどうかを検証することになっているんですね。たくさんのさまざまな中小企業に対する政策がある中で、例えば賃上げをすればそれがインセンティブとしてその後のその中小企業の前向きなその事業にですねプラスになってくるということになれば、中小企業の経営者としても会社全体を考えたときに前向きに賃上げをしようかというふうなお気持ちになると思うんですが、財務大臣、副大臣でもいらっしゃ、副総理でもいらっしゃいますので、全体感の中で中小企業に対する直接的なインセンティブということに関してご意見を伺えればと思います。麻生財務大臣。今言われました中小企業と大企業と分けられましたけれども、いわゆる利益を計上しております法人、総数で今70万飛んで8790社が今、いわゆる利益計上法人とされております。そのうち中小企業は実に696600社でありまして、98%、6600社というのは約97、98% ぐらいになりますので、98% の会社は基本的には、利益が出して納めているというのが、それくらい数あることも事実でありまして、中小はみんな貧しくて、大企業はみんな儲かってる、そんなことないんで、中小でも極めて有能な会社は払ってないんで、お利口ですから絶対儲かってるとは言わないのが企業ですから、まあみんな直接聞かない人には誰も知らないということになっちゃうんですけれども、でそういう意味でこの企業の中においても今言われたような一つの方法ですけれども、その他雇用拡大促進税制とかいろんな税制が新しくこのついておりますので、そういったもので賃金を上げていただいた会社にはこういった恩恵を出し合いますと、いろいろ列挙しておりますので、そういったものを大いに利用していただいてやっていただく、私どもは一つのそういったものが企業として賃上げになっているインセンティブになってもらえればなと思っております。岡本光成君、ありがとうございます。続きまして、日本銀行の中曽副総裁にお伺いいたします。一般的に市場ではですね、黒田総裁は、アグレッシブな方、岩田副総裁はものすごくアグレッシブな方、そして中曽副総裁は、堅実な慎重派だというふうに言われているように私は思っておりますけれども、その、最も堅実派の中曽副総裁が全体像をどう捉えていらっしゃるかというのは大変重要なメッセージだと思いますので、その意味で、質問させていただきたいと思います。今回の G20 におきまして、黒田総裁は、さまざまな、見解を示されておりまして、例えば、新興国の動向について、一部の新興国でやや成長率がダウンしたこともあるが、依然として新興国全体の成長率は先進国よりも高い、新興国全体の成長が数勢的に下がるということはないと思うという前向きな見解、加えてこのユーロゾーンの、ヨーロッパ圏ですね、デフレリスクに関しては、インフレ率そのものが下がっているというのは事実だが、ユーロゾーンの経済は底を打ち、持ち直している、大変ポジティブな見方をしていらっしゃいます。黒田総裁、この委員会でも何度もですね、日本の景気回復の最大のリスクファクターの一つは、海外要因であるというふうなことをおっしゃっていますけれども、今回のこのコメントを拝聴しておりますと、海外リスクはある程度、低下をしてきたというふうに受け止められるんですが、それは逆を返せばですね、日本の景気回復の道のりというのは、より確実になってきたと、リスクファクター低下しているわけですから、というふうに聞こえますけれども、そういう認識でよろしいんでしょうか。中曽日本銀行副総裁。まず国際金融資本市場全体の動きでございますけれども、私ども新興国を中心に神経質な動きが見られておりますけれども、海外経済全体として見れば、先生今おっしゃったように、一頃に比べれば下振れリスクの
低下した状態にあるというふうに見てございます。欧州と新興諸国についての話がありました。欧州ではですね、債務問題の帰すなどなお注意を要しますけれども、このところ GDP が3四半期連続で前期プラス成長になるなど、景気の底堅さは増しているというふうに思います。それから新興諸国の方でございますけれども、こちらはですね、経常収支赤字などの構造的な問題を抱える一部の国で、当面成長に勢いを欠いて、不確実性の高い状態が続くというふうに見ております。ただですね、これらの諸国についてもやや長い目で見れば、次第に先進国の景気の回復の好影響が及んでいくというふうに考えております。私は慎重というふうにおっしゃられましたけれどもですね、今私が申し上げましたような世界経済に関する基本的な認識はですね、私を含め日本銀行の政策員の間で共有をされてございます。いずれにしましても世界経済の動向については国際金融市場の動きと合わせて注意してこれからも見てまいりたいと思っております。委員長、岡本光成君。ありがとうございます。副総裁にもう一つ質問させてください。2月18日の政策決定会合におきまして基本的な金融政策は維持をされましたけれども、3月で期限を迎える2つの貸し出し支援制度につきまして1年間延長されまして、その額も倍増されています。その前までは市場である程度、日銀のですね、政策の手段というのは出尽くした感があったような雰囲気がありましたけれども、実はこの発表の後に株価は急騰をしておりまして、一方国債はほとんど売られておりません。つまり日銀の政策においては量的にも質的にもまだ打つ手が十分にあるんだということを市場が評価をしたことになっているわけですけれども、この委員会で黒田総裁はですね、4月以降の消費税引き上げに伴って予想を超えるようなネガティブなインパクトが出てきたときにはあらゆる手段を使って先手先手を打ちながらデフレ脱却のための適切な手段を日銀として講じていくということをおっしゃっていらっしゃいますけれども、堅実な慎重派のと言われている副総裁のお立場からしてやはりこれは先手先手を打ってですね、使える手段はすべてやっていくというコミットメントが必要なんだと思うんですね。先ほど私が聞いたその黒田総裁からのそのコメントですけれども、中曽副総裁としても全く同じ立場だというようなことで、今後の消費税上げに対しては日銀全力でそのネガティブインパクトを最小化するために取り組んでいくというふうなご決意かどうかということを確認させてください。中曽日本銀行副総裁。我が国経済のまず、その全体評価でございますけれども、これはですね、緩やかな回復を続けておりまして、先行きも、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要と、差の反動の影響を受けつつも、基調的には緩やかな回復を続けていくというふうに見てございます。物価面でも 2% の物価安定目標の実現に向けた道筋を順調にたどっていると、判断をしております。したがいまして、金融政策の上につきましては、現在の量的、質的金融緩和を着実に推進していくことが重要であるというふうに考えております。で、もとよりですね、黒田総裁もこれまで繰り返し申し上げているとおりなんですが、今後、何らかのリスク要因によって見通しに変化が生じ、2% の物価安定目標を実現するために必要になれば、調整を行う方針でございます。委員長。岡本光成君。ありがとうございます。最後に、麻生財務大臣にもう一つだけ質問させてください。この G20 ですけれども成長率に関しまして目標値を定めたというのはこれ画期的なことですけれども、今後5年間でこの G20 の国で今までの予想にさらにプラス 2% GDP で2兆ドル200兆円程度のプラスアルファを目標するとするということで合意をされておりまして、これに対して大臣コメントしていらっしゃいまして、日本としては成長戦略などを通じより高い成長を目指すことで世界経済に貢献をしていくというふうに言われておりまして、アベノミクスの成功のポイントである3本目で、ある矢であるですね、この成長戦略を、ある意味国際公約をさらにコミットしたような形になっているんですけれども、その結果他国からのこの成長戦略に対する期待もものすごく強いものになっているんですね。でこの成長戦略、今年の6月のメロに新しいものを発表するということで、その内容については十分なご議論がもうなされているものだと思っているんですけれども、実はここまで世界からの期待が高まって、そしてそこに日本としてもコミットメントを示していらっしゃるわけですから、
6月と言わずにですね、前倒しで策定をしながら早めに市場にマーケットに訴えていくというふうなタイミングを早くすること自体が価値ですので、前倒しで策定していくということも重要な政策の一つだと思いますけれども、お考えをお聞かせいただければと思います。麻生財務大臣。これはご指摘の数値につきましては、これは国際機関が G20 全体を対象に行った分析に基づくものなんですが、各国ごとに基本的な、成長目標を設定するものではありません。したがって日本の成長率に関しても今回の G20 で具体的なコミットをしたわけではないんですが、いずれにしても今言われますように、岡本さんが言われますように、この成長戦略についていろいろ活発な意見交換をやっていかないかのだとは思いますが、いずれにしても日本の場合は、産業競争力強化に関する実行計画っていうのを、1月の24日の閣議で決定したところでもありますので、そういった意味では成長戦略のための今後の検討方針の取りまとめという形でやっとる関係もありますので、これを今当面はこの構造改革を目標にして取り組んでいくことになるんだと存じます。岡本光成君。ありがとうございます。市場ではスピード自体が価値だと評価をされておりますので、ぜひより一層のご尽力をいただければと思います。以上で質問を終わります。ありがとうございました。